転車借りてちょっと走ってみたいなと思うんですけど。じゃあねー、楽しい。立ちこぎ立ちこぎ、こういう時は立った方が楽。楽しい。当てないでくださいね。あ、上手上手。あ、上手上手。あ、すいません、怖いんですよ。あ、いいですね。あ、どうですか。いや、すごいじゃないですか。私キャッチボールすごい好きなんですよ。キャッチボールすごい、打っても投げてもできるんですね。そう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 。なんか高校の時にソフトボールもやったかも。なんかこっち、うん、なんで私キャッチボール好きだったんだっけな。誰とやってたんだろう。パパ、あー、ごめんなさい。私本当はもっと行けますよ。だから本当はもっと行けるってどういうことですか。遠くまでってことですか。うん、なんか距離とか速さとか。でも三浦さんに、あ、ごめんなさい。三浦さんにやってもらうのはありかも。ちょっと僕も投げてないからわかんないな。ちょっとちっちゃいかも三浦さんに。あ、さすが投げるの上手。あ、だってちゃんとここに来るもん。なんか球が速くなった。あ、よいしょ。だって音がちょっと変わりましたね。確かにね。うわ、今マリオが出てきてます。マリオくんが。マリオくん。スポーツ大好きマリオくんが。よいしょ。いい音。しかもどんどん距離開いてますからね、これ。確かに。お、あ、やばい。おお。すごい。いや、すごい開いてきた。お、すごい。きた。前が離れた。え、入んない。あ、入った入った。走る走る。マリオくんです。今はマリアちゃんじゃないんです。マリオくんがスポーツスポーツ大好きってやってます。ちょっと引きました。大丈夫ですか。全然全然大丈夫。この腕の強さ。ふりゃ、あのバッティングのなんかこう見てる方からいろいろ言われてたじゃないですか。ご指導いただきましたね。はい、ご指導いただいたと思うんで、はい、ちょっと待って、ピッチャーってどっから見る。横なのかな。ああ、こうか、こうか。で、こうのこうでしたっけ。そうですね、そうですね。三谷さん相手だと確信投げれない。めっちゃ遠いじゃないですか。え、どうしましょう。どれぐらいのスピードでいきますか。いや、本当に普通に投げてもらって大丈夫です。じゃない、三谷さんにやってもらっていけるか。ああ、そうですね。最初こう。うん、最後って顔どこ見たらいいんだろう。最後ってこういう風になった方がいいんですか。あ、こうか。前にね。誰か。こうか。あ、違うな。
なんかでもちょっと女の子でいたい気持ちもある相当上手でした。本当ですか。遠投が本当にできるから多分30メートルぐらいは離れて3、40メートル離れてる。はい、これは何かできますかね。でもこれ見たら野球関係もないです。なんかでもこれやった後何も来ないです。でもそれだけだとバッティングだけじゃなくてでもこう始球式あるかもしれないですね。でも始球式だからこのポーンができないんですよ私。でポーンはする必要ないんです。本気で、はい、本気の方で言ってます。ポーン要因じゃなくて。楽しかった、嬉しい。意外要素がまた、はい、投げちゃう。ボールどうやって逃げてるんですか。ツーシーム。え、わかんない、何、どういうこと。なんかわかんない、握り方によってコーンもいるってこと。多分そうなんですよ。もう私完全にこうですね、3つで持ってる。もうこういう風に見せてもらっていいですか。持って私、なんでいつからこうなったの、誰に教わったんだろう。本格的な持ち方だと思います。もうずっとこれかも。これ野球関係の人、もう一回またコメントいただいて、フォームのご指示を。何が正しいか、はい、優しくいきますよ。すごい、あ、高かった。ヒレンさん、下手ですか。いや、でも上手じゃないですか。上手じゃないわ。代々木公園でこんなことしてるとちょっと幸せですね。大幸せですよ。こんなご飯食べてゆっくりするより幸せかも今。あ、ごめん。なんかいいですね。いや、でも本当に上手だった。でもこの次はやっぱり花子さんとのバドミントン大会もあるし。これ何の絵だろう。はい。今日グローブがあったんで持ってきたんですけど、でも代々木公園なんでちょっともう一本行きますか。そうですね。でも自転車とか。そうですね。向こうサイクリング場があって借りれたらちょっと行ってみましょう。いいですね。お願いします。目的ちょっとまだ向こうだと思うんで行きましょう。はい、私はそこにいる赤ちゃんが気になっちゃってしょうがないんですけど、ちょっと映っちゃうの申し訳ないです。言ってみても全然大丈夫です。可愛いんですけど、私が前から行くんで。あ、こっち向いちゃった。可愛い。すごい。可愛いね。ねえ。お菓子食べてるの？入れる。あ、こぼれちゃう、こぼれちゃう。ひっくり返っちゃう。あ、こぼれちゃう。ありがとう。ちょっと上がっちゃうかもしれないです、YouTube に。大丈夫ですか。大丈夫。谷マリアのチャンネルで、はい。あねー。泣かしちゃダメです。ごめんて。もう私もあんな感じになりたい。赤ちゃんになりたい、むしろ。公園に来ると幸せの絵がありますね。そうですね。なんか癒されます。時間の流れが。今何時って感じ。蚊に刺されて痒くて痒いです。痒いのはいいんですけど、ちょっと代々木公園のサイクリングセンターなんでにしても痒い。痒い。自転車借りてちょっと走ってみたいなと思うんですけど、自転車は乗りますか。普段乗らないですよ。普段車ばっかりですよね。そうですね。じゃあ自転車を買おうか迷った時期があったんです。はいはいはい。なんかそのブームが過ぎ去ってしまって、どんな自転車買おうと思ってたんですか。電動。あ、電動。今日はですね、普通のママチャリに久しぶりに乗ってみようと思ってて。あ、でもいいんじゃないですか。はい。なんかこうちゃんとしたサイクリングコースがあって。へえ。え、ねえ、2000って結構ありません。2キロですね。2キロ。でも2キロって自転車だったらすぐじゃないですか。まあ自転車だったら。あ、じゃあ大丈夫。はい。動けますよね。さっき野球もやったし。そうですね。今日はどっちかっていうと動ける格好できてる。乗りながらちょっといろいろと5万人超えたってことでいろんな思いを語っていただいて。あ、なるほどね。はい、一人で。え、でもまあ変装する、爆走してやったりする。
そっかそっか、そうですね。自転車漕いでる姿大丈夫ですか？可愛い。出た。そういうのやっぱ YouTube でやってないんで。ちょっと行きましょうか。はい。あら、タイさん何色で行くんですか？緑かグレー。え、これでいいですか？お、全然いいですよ。あ、なんか、あ、すごい、自転車乗るとこすごい新鮮です。全部今日楽しい。やった後楽しい。ちょっとお待ちいただいていいですか？これか。くるくる回して。あ、なんか懐かしい。こんなことやってたわ。私、自転車漕いでましたよ。アクティブですよね、なんかいろいろと。アクティブですよ。いろいろと。これ広角になってないんで。行くよ。あの、歪んだりはしてないですね。行ってきまーす。いろいろと。あ、なんか自転車漕ぐの怖いとか言っとった方がいいですか？そういうのいらないです。カメラも意識してもらって。じゃあねー。バイバイ。三浦さん寂しくない？はい、大丈夫です。行ってきまーす。大丈夫です。え、三谷さん自転車漕げるじゃん。漕げますよ。え、すごい。え、上手。え、超楽しいんですけど。気持ちいい。あ、これ手離したら良くないのか。とてもいいでしょ。楽しい。あの、うるさそう。うるさそうとか言って。超気持ちいいですね。サイクリングいい。結構いいかも。え、結構いいかも。ちょ、三谷さんこれまたプライベートで来ますか、二人で。ね。あ、それか普通に本当にバドミントンとか持ってきて、ちょっとみんなでワイワイと。ね。楽しそう。で、かのこたんとかもみんな呼んで作ってきてくれます。ご飯やります、やります。なんなら、あの、うちに来てもらって一緒に作って、女子たちはで、私車運転してくんで。最高じゃないですか。はい、より寒くなる前にやります。ああ、確かに今か春かって話になってきましたね。春はでもお花見もしたいって言われて。あ、お花見しましょう。花より団子。うん、楽しみ増えてきましたわ。ね、なんかあれですよね、 YouTube って向き合うと楽しみ増えます。そうですね。ただ日常が忙しいと、うん、あの、存在をちょっと。いや、そうなんだよな。だから YouTube を意識すればちょっと日常が明るくなるかもしれない。しかもやりたいことをやれば。はい、確かに苦じゃないですもんね。こういうことって普段やらないから。確かに、それが YouTube のいいとこだ。忘れてた。って言ったら、私いつか釣りもしたいんですけど。ああ、いいじゃないですか。釣りと、っていうか、よく考えたら、私その学生の時って自転車乗るじゃないですか、はい、自転車乗って例えば友達とバイバイした後、一人でなんかブラブラ運転してた気がしますわ。自転車があるとどこにでも行ける気がしません？え？あ、みなさん楽しい。あ、みなさん走った。すごい。立ちこぎで急いでください、立ちこぎで。あ、やばい、私のシャネルが、ちょっと待ってください。私のシャネルが、カロリーが発生です。私のシャネルがやばいやばいやばい、引っかかっちゃって。よくないよくない、まだ買ったばっかり。シャネルやっぱ持ってくる場所じゃなかったですね。いや、でもこういう時に持ちたいじゃないですか。私ちゃんと首から下げてますから。偉くない。そっか、まあいいですから。いってらっしゃい。私は止まってますんで。あー、楽しい。あー、超気持ちいい。ちょっと恥ずかしいな、でも人が増えてきた。で、三谷さんがいないとちょっと喋れないから。なんか一人で声出て喋ってるの恥ずかしい。普通に一人見られる。一人で行ってもらってもりだった。いや、でも一人で行ってこれ喋ってたら結構なんか、どうしたのかな、あの子みたいになっちゃうから、一緒に走ってくれて正解ですわ。ね、私代々木公園好きになってきた。いや、皆さんも来るべき。気軽に来れる。あ、確かにね。公園とか駒沢公園。あー、気持ちいい。こんなに都会なのにこんなに自然を味わえるんだったっけっていう。でね、私あとあれもやりたいんですよ、実は。スケボー。あー、でもスケボーは危ないじゃん。いや、なんか技とかそこまでやんなくていいから、ただ滑りたい。でもあれ、ただ滑るのも結構。いや、そうです、難しいんですよ。
私なんかこんなに運動も好きだしとか車運転するしとかこんな私でいいんですか。どんな君も好きだよって言ってくれる人が。確かにどんな君も好きだよって一緒に自転車漕いでくれる人がいい。でもこれデートにも最高ですね。なんか私もう明日休みだったら明日来ちゃうかもぐらいのレベルで結構嬉しいこの感じ。確かにね。毎回思うんですけど、まあ、お芋のショップ行ってみたりとか、普段しないことを YouTube をすることでさせてもらえて、で今日とかもえこんな気持ちいいことそんなこんな近くにあったんだみたいな。確かに、ね、しかもほとんどお金使ってないし。そう最高ですね。しかもこれでこのままサイクリング終わってちょっとコーヒー飲んでみたいな、え最高じゃないですか。コーヒー買いに行きましょう。やばい、なんか私最近インドアだったんですよ、寝違えたこともあってインドアだったんですけど、ちょっと外に出てみようかなって今日思わせてもらいましたね。ああ、ちょっと今登ってますね。もしかしてだけど、もしかしてだけど山登りとかもやっぱ気持ちいいんですかね。もしかしてだけど、もしかしてだけど、ああ立っちゃう、もうこれは立ちこぎ立ちこぎ、あー疲れた、大変疲れてきました。あやりちゃんがおさん、隣でちっちゃい子たちも頑張って自転車こいでる。三谷さんは、あやばい、あ三谷さんがいない、あやばい、ついちゃった、あっという間だった、終わっちゃいました。三谷さんも映ってるかな、帰ってきた一周した。一周行きますか。一周行きますかあ、ここアイスも買えるんだ、最高。あれ三浦さん違うか三浦さんなんかどなんか発見しそうしできそうで、絶対気配消すの上手、ちょっとなんかでも今日 YouTube の楽しさをちょっと再確認しましたわ。もうちょっと利用し活用していきたいと思います、あ、三浦さん三浦さん2週目です、私たち、あ、三浦さん楽しい楽しい、気持ちいい、飛べる小さい頃は神様に見てさあタラダタン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 、なんか永遠に焦げそう。似合ってますね。似合ってますか。いや三谷さんも似合ってますよ。じゃあ買いますかこの自転車。いや私今年28になったじゃないですか。考えたら高校卒業して10年経ったんだっていう。そうですよ。え、すごくないですか。なのにまだ制服とか着てました、ね、確かに。だから本当私もう10年ぶりぐらいかも自転車漕ぐの。あ、超ここ気持ちいい。あー、結構スピード出ますね。でもこれ下った分登るんですよ。そうだった最後の最後、最後の最後にしなくていいのにこのさ坂、最後の最後上り坂が来ました頑張る。こういう時は立った方が楽。あー疲れた、疲れたよ。今 4000m 走ってますから。ちょっと筋肉痛かな。でもありえるかも。はあ、はあ、はあ、最高。もうちょっとで完走です。あとちょっと、ゴールは間近。ただいま。どうでした。うん、すごい楽しかったゴールです。何周したんですか。2周。でももっといける。全然いけますよ。楽しかったね。最初2キロが 2000m きついって言ってたのに気持ちかった。最高に気持ちくて、推し代々木公園を推します。代々木公園アンバサダー。アンバサダー本当に三谷さんどうでした。いやでもすごい気持ちよさそうだったし。あ、本当ですか。サイクリングってこんなに楽しいんだっけっていう。
電動自転車じゃなくて逆に、あ、全然これがいい、逆に良かったんですね、欲しくなりました、ね、気持ちよすぎた、買ってください、またやりましょう、ぜひ、はい、ぜひちょっと返却をお願いします、はい、そう、早い、一個気になることがあって、ちょっと GoPro を見て最後ジャッジしますけど、一応止まれとか書いてあるんですよ、こうサイクリングコース、止まってたのかな、止まりました、はい、お願いします、GoPro で答え合わせします、止まらなきゃいけないところはちゃんと1、2、3、右見て、左見て、右見て、よし、その答えは映像で、ありがとうございます、お手前やら